幕元は中華人民共和国の作家、中国共産党員。本名は漢母行。幕元は1955年2月17日、山島省孔密市で農民の子として生まれた。本名は漢母行。筆名の幕元は言う爆を意味する。この筆名にしたのは幕元の母が影響している。 彼は幼少期から非常に話し好きでいて、母はこのことを非常に心配し何度も言葉を慎むようにと注意していた。しかし、人前に出ると一向に話が止められない爆言は、母の忠告に背いてしまうことの後悔から失明に言う爆れの意味を込め、爆言をつけたのだ。彼の幼少期は1500万から4000万の犠牲者が出たとされる毛沢東の大躍進期と重なっており、 非常に飢餓に苦しんだ。飢餓体験については次のようなエピソードを語っている。樹上の葉を食べ、それがなくなると樹皮、樹皮を食べ尽くすと木の幹をかじって空腹をしのいだ。小学校に馬車一台分の石炭が運ばれてきた際、皆で群がり、石炭を食べた。その石炭は噛めば噛むほど美味しく、それを見た村の大人たちも小学校に押しかけ食べ始め、 奪い合いが起きた。一切れの豆かす玉欲しさに、子供たちで村の食料保管係を囲み犬の鳴き声を真似、保管係が豆かす玉を遠くに放り投げた瞬間、皆で一斉に駆け出し奪い合うなど、人格の尊厳を失ってまで食料を求めていた。また彼は、小学5年の時文化大革命により、学校を中退している。 中退後は毎日放牧して過ごしていたため、彼の話し相手は、牛と白雲、野鳥のみであった。話し相手と言っても、もちろん彼の想像の世界であり、すべては彼の独語だ。爆言は、自身の話すきを、この放牧時代についたものだと語っている。爆言の作家になろうという決意は、この幼少期の飢餓と、孤独から来ている。 2000年3月スタンフォード大学の講演で、バクゲンは最初の創作動機について次のように述べた。バクゲンの隣人の一人に反革命派とみなされ、大学を退学、農村に送り出された学生がいた。バクゲンの過酷な農村暮らしと辛い労働の中で最大の楽しみは、その彼と食べ物の話をすることであった。ある日、じいさんが彼らに餃子の話をし、 それを聞いていた学生が、知り合いの作家が本を一冊書いて、数千万の原稿料をもらった、そして毎日3回餃子を食べていると爆言に行った。彼はそれを聞き、作家になりさえすれば、日に3度も餃子が食べられる、なんと幸せな人生であるか、と思い、大きくなったら、必ず作家になろうと決意した。しかし、彼は、 その後人民解放軍に入隊し執筆活動には至らなかった。入隊から5年が経ったある日、隊員としての生活に将来の望みがなく退屈でかつ暇だという思いを抱き、小説を書き始めた。これが彼にとって第二の創作動機である。この時には彼の執筆の目的は原稿料を稼ぎ腕時計を買いたい、名誉欲を満足させたいというものに変わっていた。 爆元は2007年12月9日、三島理工大学で自身の文学を振り返り、最初は自覚せずに、カバの症例と同じ道を歩いていた。その後は自覚的に、カバ、症例を自らのお手本として創作するようになったと述べている。爆元は創作を始めた当初左翼文学思想の影響を受けており、小説とは宣伝の道具であるべき、等の制作に沿っているべき。 多くの政治的任務を負わなくてはならぬ。そのためには嘘の作り話をしなくてはならないと考えていた。しかし、解放軍芸術学院で学ぶうちに彼は、小説は政治とそれほどまでに関係を持ってはならないことに気づく。浦昌霊はこのことを300年前に実践しており、常に人物を第一とし生き生きとした小説人物イメージの作成を最高目標としていた。 この浦少霊が実践していた創作の道に無意識に従い始めたからこそ自らの作品群がそれなりの成功を収めたのだと漠言は語る。特に漠言は浦少霊のディテール描写を賛美しており頭の暮らしの中の常識的経験的なディテールが浦少霊の幽霊や妖怪の小説に豊かな人間の暮らしの息吹を与え白心の物語に仕立て上げ 大きな説得力を与えるのであり、これこそが、浦少霊が、ディテール描写の面において、現代作家に残してくださった、学ぶべき財産だと述べ、2006年1月に、出版した、人が、死後豚や犬などに変身する、物語の転生を夢うつつが、まさに、浦少霊のディテール描写へのリスペクトを表した、作品であり、浦少霊の物語だと語っている。 彼は60年代の文化大革命で小学校、中退を余儀なくされ、1976年、人民解放軍に入隊、1982年には将校に抜擢され、1984年解放軍、芸術学院文学部に合格。在籍しながら執筆活動を始め、1985年の透明な人参で作家デビューを果たす。 故郷を舞台に、抗日戦争を描いた赤い光料は、超芸房監督で1987年に映画化され、1988年のベルリン国際映画祭で、金熊賞を受賞した。また、2003年に、白い犬とブランコも各県究監督の元映画化され、第16回東京国際映画祭、東京グランプリ賞を受賞した。 ガブリエル・ガルシア・マルケスや、ウィリアム・フォークナーの影響を受け、マジック・リアリズムの手法で、中国農村を幻想的かつ力強く描く作風。作品中に矛盾をはらみながら、物語が進展する。この手法は、幻覚的リアリズムとも呼ばれ、ノーベル文学賞の受賞理由になっている。幼少期の気型験が作品に大きく関わっており、2006年9月15日に、 福岡市イ倉クラ中央小学校で行われた講演で爆言は幻想的な作品を描く源について学校を辞める司会になった自分に話し相手はおらず幻想を続けるしかなかった。後に当時の多くの幻想が全ての小説の中に書き込まれ大勢の方がこれを想像力が豊かだとし褒めてくれるようになったと述べている。放入声尻は 露骨な性的描写が多いとして、中国では一時発売禁止となっていた。その他の作品に、酒国、白断の刑など、2006年には、福岡アジア文化賞を受賞。2009年の、アメイでは、一人っ子制作のタブーに挑み、2011年に、同作品で、中国文学の最高権威防純文学賞を受賞している。2012年10月11日、 厳格的なリアリズムによって、民話、歴史、現代を融合させたとして、ノーベル文学賞を受賞。中国系の作家では2000年に、高幸健が同賞を受賞しているが、中国籍の作家としては初。2012年10月12日の記者会見で、爆元は、ノーベル平和賞受賞者の反対性活動家である、劉秋派に関して、 粒子が健康な状態で可能な限り早期に釈放されることを願うと述べて釈放を求めた。一方、爆言は中華人民共和国の検閲を容認するなど体制側の作家との批判を受けており、2009年にノーベル文学賞を受賞したヘルタミューラーがノーベル文学賞の受賞を批判した。年は日本語訳の観光年を記す。ありがとうございます。